え皆さんこんにちは伊藤塾塾長伊藤誠です受験生の皆さんへのメッセージ第八十五弾になります、えーまあ、時期的には梅雨の真っ只中です大、えー、雨で大変だという皆さんもいらっしゃるかなと思いますが今日の東京はあ雨の低が本当に、えー、カンカン照りの暑い日になりました入道雲なども出ていて本当にもう真夏なんじゃないかそんな感じがしましたが皆さんは元気に過ごされてますでしょうか えー、ついこの前、えー、ツイッター13日だったかな、えー、プールのおーでの水着撮影会についての問題コロナの中止の問題なんですがそれについて、えー、ツイッターのほうで伊藤塾司法試験官のツイッターのほうで、えー、2分の動画 ×6 どんぐらいだったかなでちょっとお話をしましたまあ、皆さんもいろいろ憲法にも関わる話なものですからあ気にされた方それからまたツイッターなどでやっておられる方は伊藤塾の講師平祐介講師がそこで、えー、さまざまな発信をしてくださいましたのでそれで知ってますという方もいらっしゃるかなと思いますまあ、県営のプールで水着の撮影会ウラビア撮影会が予定されてたんですが、えー、それに対して 日本共産党の議員の方埼玉県の県議会議員の方のようですけれども、えー、中止の申し入れをしたでそのことによって一旦はあは中止に持ち込まれていったわけなんですねで中止されちゃったところもあったんですけれども中止を撤回するということも、まあ、いくつかの会場で行われるいくつかの,その会場で、ね、プールで行われることだったのでもう中止になっちゃったものもあればあ撤回でなんとかできるようになったものもあるようなんですが。 まあこのようにグラビアの撮影会のようなものに対してその県の施設それを使うなと言って規制をすること。 これが県会議員という、まあ、権力を持つ人間が使うなとそして、県がこれを認めないということにしたものですからまさにそれは表現の自由ですとかパブリックフォーラムですとか憲法上の問題がさまざま出てくるということになりました、まあ、そこで、えーまあ、共産党の議員が口を出したというかな中止の申し入れをしたとそれがきっかけだったんじゃないかと、まあ、そんなこともあるものですから、まあ、随分と、えー、こう話題になった話ではあるんですね。 法律を勉強するまた憲法を学ぶ皆さんたちならばいろんなまあ観点からこれ分析したり考えることできるんじゃないかと思いますが私は表現の自由という観点からの動画それをまあ発信をさせていただいたんですね、まあ、そこでもお話をしたんですがやはりこういう、まあ、なんとなく自分にとっては嫌だなと思う 特に女性を何か性の対象として商品化してるんじゃないのか、まあ、性の商品化みたいなふうに捉えられてそして嫌悪感を持たれるそういう方もいらっしゃるだろうとは思うんですね。ですがそれ犯罪にならない限りはわいせつ表現であっても憲法上保障されてるわけですよね。ですからちょっと眉をひそめたいといか自分は気に入らないな不愉快だな不快だなと思うような表現であったとしてもそれを 一定限度を認めるそれが犯罪でない限りはやっぱり認めるそして見たくない人は見ない自由があるわけですからあそこの切り分けをしっかりしていくということがとても大切だろうと思いますですから不快な表現であったとしても受け入れる寛容さというのが民主主義社会においては極めて重要なことでありさらにもっと言えば自分とはちょっと考えが違うぞ自分は不快だと感じるそういう異質な他者とどう共存していくのか。これを うーんいわば認めていこうとそういう社会を作っていこうというのが立憲主義の本質なわけですね、これも何回かお話をしていますが異質な他者との共存もどう図っていくのかということをその立憲主義の本質からするとやっぱり多少は我慢しなければいけないお互い我慢し合うということは大切だろうと思います。 まあここではそういうエアルティックなもの性的なものそれに対する嫌悪感で国が規制すると権が規制する公権力が規制するところなんですがグロテスクなものを権力のが規制する。 いうところからナンセンセスなもっと真面目にやれみたいなところから戦争に突き進んでいってしまったエログロナ,イスナンセンスみたいなものを規制するそういう戦争の歴史があったわけですからやはり権力がそういった表現行為に対して介入することはできるだけ。 えー、っていうかなそこは極めて慎重でなければいけないですしそこに対して、えー、市民、国民の側からしっかりと監視して厳しい目を持っておくということはとても大切なんだろうと思います、えー、事前の許可制ということであればより一層事前抑制の原則禁止にも抵触するわけですからね草原、えー、論の重視上という観点から考えても、ね、やはりここは慎重で、えー、権力の側は慎重でなければならないんだろうと思います。 まあその様々な観点から見たときに異質な他者との共存ということを考えるとまあ特に性の問題というのは微妙で難しいところがあったりしますで今回 LGBT 理解増進法と法律が成立しました理解の増進じゃ不十分じゃないかやっぱり差別禁止まで踏み込むべきだまあ様々な議論があるところなんですが法律の世界でしっかりと LGBT の理解を増進していくということをまあ法律にしたということ自体前進だと見る方もいれば いやかえってこれはマイナスじゃないか、まあさまざまな議論がありますただ、少なくともそういう議論の土俵に乗ってきたということだけでも、まあ、ある程度前進なのかなと日本の更新性そういった多様性を認め合う異質な社会異質なもの自分と異なる他者との共存ということを認めていこうというその観点から見たらだいぶ日本は更新的な国なわけですからそれがまあ話題にできる いい意味でも一歩ちょっと前進んだかなという,ふうには思いますただその性の問題にちょっとつながるところでありますけれども強姦、えー、罪、犯罪がありました。 でそしてそれが強制性交等罪という犯罪に今、罪名が変わりそして今回、不同意と不動意性交等罪という形で犯罪の名前が変わり構成要件も変わってきましたやはり同意がない限りは、えー、性行為、えー、性的な行為これ許されることではないんだという、まあ、暴行・脅迫を手段としていなくてもこれは同意がない以上は、まあ、一定のいくつかの構成要件、えー、ありますけれども、えー、それは犯罪なんだという認識もやっ とえーまあ、法律にになるぐらいまでの多数派になりつつ今はあるといううこととななんだろうなと思いますいずれにせよ、この異質な他者との共存、自分と違う人たちとどううまく共存していくのかということ、それを核とした多様性を認め合う、そういう社会であり、そしてそれを、まあ、壊してしまうようなものについては、きちっと、ね、対応していく、処罰も含めて対応していくこというが大切かと思います。 この市民社会と全く異質な社会が軍隊という組織なんですね、その軍隊実質的には軍隊であるところの自衛隊の中で銃の発砲の事件がありました、まあ、亡くなった自衛官、本当にお気の毒だと思いますが。 この軍隊という組織、まあ、日本の自衛隊は軍隊じゃないよということが憲法上位置づけられてはいるんですけれども実質的には軍隊じゃないか外国と一緒に戦うことができる自主的に見れば軍隊じゃないか、まあ、考え方もありますよね。市民社会と軍隊というのは全く異質なこれは組織なんだということは、まあ、何とか言ったことがあるかな確認は必要かと思います。 今のもないことですが市民社会は命を大切にしますしかし軍隊というのは命を奪うことに価値があるよ何人殺したスナイパーなども,、えー、もう何人殺したというので栄、まあ、雄になっていくわけですよねですから命を守る大切にする市民社会と命を奪うことに価値があるそれで栄雄になっていく軍隊という組織では全くその根本の価値観が違う、えー、そしてさらに言えば一人一人の自主性を重んじる市民社会と それから服従という上の命令にしっかりした服従というものを重視するそういう社会これ全然違いますまた、一人一人の個人を大切にするその市民社会に対して組織の価値組織の利益それを何よりも大切にするやはり軍隊とは全く違うというわけで市民社会とはまるで異質な社会が軍隊という社会なわけですね。 だから日本は戦後、まあ、戦前その軍隊という市民社会で全く異質な社会をコントロールすることこれに失敗した日本はもうそれ軍隊という異質な社会は持たない異質な組織は持たないということを決めたのが憲法9条ということになりますですから正規の軍隊ではない、まあ、いわば自衛隊という実質的な実情の軍隊を持った正規の軍隊は持てないということになったわけですその正規の軍隊を持てないということがあるものですから結局 まあ、警察組織の延長線上に自衛隊があるものですからその内部でのさまざまな今回のようなあ、まあ、事件が起こったとしてもそれは軍事裁判所軍法会議ではなく司法裁判所で裁判をするということになります、まあ、軍法会議をもってまさに独立したその組織として内部で処理をしてしまうということではなく市民社会のメンバーとして 司法裁判所としてそこで扱っていくということになるものですから軍法会議だと、ね、さまざまな情報が外へ出ないまさに秘密の中で処理されてしまうことが司法裁判所で裁判公開裁判がなされるということになるものですからそこでの動機ですとか状況だとかが一応、明らかになっていく。 いうことにはなります、まあ、それはあ日本が自衛隊が正規の軍隊じゃない軍法会議、軍事裁判所ではないというところの一つの、まあ、ある意味ではプラスの面かなと思いますから、まあ、こういう組織の中での犯罪というものがどういう原因で起こっていくのか、えー、ならば組織をどう改善していかなければいけないのかあその、うん、大きな、まあ、一つのきっかけにしてほしいなという,ふうには思います。何よりも自衛官のの皆さんたちの人権 自衛官一人一人の人権女性自衛官に対する性暴力もそうですパワハラのようなものもそうかもしれませんしさまざまなその自衛官の処遇、待遇ということをそれらも含めながら自衛官の一人一人の人権をきちっと保障すること海外に出かけていって犯罪、海外に出かけていってさまざまな。 事件、まあ、を起こしたその時の対応もそうですしまた正義の軍人ではないということになった時にじゃあ、軍人として捕虜で保護されないのかどうなのかそういうさまざまな中途半端な位置づけであるがゆえに中途半端な扱いを受けてしまうようなそういう自衛官に不利益のし,わ,しわ寄せがいってしまってはならないんだろうというふうふに思います。 私は高校時代、えーまあ、自分は軍人になるんだと思っていたぐらいの人間ですからそして、自分が国のために戦って殺されることはあ,、まあ仕方ないしそれはむしろ名誉な誉れの名誉なことだぐらいに考えていましたが人を殺すことはちょっとできないぞという思いというかな自分はそこまで強くないということに気づいてしまったものですからそこで軍人にはなれない。 さあどうするでも自分ができないことを人に任せて人に頼んでそれもちょっと違うだろうなと思いながらもやもやしていたところで憲法9条そもそも軍隊を持たないという形で日本の平和や安全をどう築いていくのかあこの手があったかというので確かにまあ憲法や9条というものが大切だと思いに至った人間ではあるんですね。やっぱり人を殺す とということを、えー、個人的に憎んでもいない人を殺すそのための訓練をする新兵訓練として人を殺す訓練をしていくということはなかなか自分はんちょっとできないなと思ったところから救助の話に私自身は入っていったということがあります。ですから、まあ、そういう自衛官の道に入っていく皆さんたちのその人権やあ、まあ、生活ありとあらゆるものをきちっとね やっぱりそれは守っていくということが何よりも大切なことなのではないかまずはその議論を進めていってそれから軍備の増強、まあ、そこにどんだけお金をかけるか無駄な武器を、ね、アメリカから爆買いしてというんじゃなくてもっと足元をしっかりと固めるということが何よりも大切なことなのではないのかなと、まあ、そんなふうにも思ったりしましたそれから今週のところではです、ね、そう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 。 解散総選挙があるんじゃないかというのでちょっとかなりビクビクしていました不信任決議を突きつけられたら解散になるんじゃないのか69条解散なんて万が一69条解散になったら極めて珍しい通常は7条解散ですから、ね、69条解散なんてことになるのかと。 で万が一解散なんてことになってしまったらえらいことになるなえらいことになるなというのは要するに、うん、解散・総選挙になりますからところがその選挙は当たり前のことですが一人票を実現していない選挙になってしまうことになります。まあ、重増重減アダムズ方式ということではあるかもしれないけれども一人票が実現していない選挙これが実施されることになりますからあやはりこれはあ投票選挙の翌日に。 全ての州ての小選挙区で原告を立てて、えー、一票の格差の裁判一人一票実現裁判これをお、まあ、いつものように行うことになります、この原告をまた新たに立てなければなりません。 高齢の方原告だった方がいなくなったりだとかさまざまな事情から原告交代しなければいけないなんて方も出てきたりしてますからその289の全ての小選挙区で原告を立てて、まあ、裁判で争うということは極めて重要なんですねでその原告探しが大変というか、まあ、原告の方にいろいろご説明をし原告になっていただくことがなかなかこれ手続き的に大変なことなんですが。 なんで289のすべての小選挙区で原告を立てるのかその意味はどこにあるのか。とということは うんしっかりと、ね、憲法を勉強されて議員手数不均衡問題、事情判決の法理というものをしっかり学んだ皆さんたちはお分かりですよね、あの判決の法理昭和51年の最高裁の判決で出てきた事情判決の法理を封じる、もう事情判決の法理を言わせない、そのために全ての小選挙区で原告を立ち上げて選挙区間で不公平はないですよ、それは理由になりませんよということをいわば示す。ねその意味で 全選挙区で原告を立てる、極めて重要なことなんですね。 これ衆議院の総選挙ですけれども昨年の参議院選挙について今、最高裁の大法廷に事件がかかっています9月20日だったかな大法廷での弁論がありますのでそこでの弁論どんなことを言うのかと弁論用紙を今作って裁判所を持っていってということを今、準備している最中なんですね少しでも前に一人一票に実現に前に進んでいくということを目指している。 引き続き頑張っていきたいというふうに思っていますさて、えー、つい先日なんですが6月14日私も65回目の誕生日を迎えることができました、まあ、元気になんとか65歳まで来れたぞと ュースの70歳ですけどねもう本当に自分がそんな年まで、えーまあ、元気に来れるとは思ってなかったもんですから本当にありがたいあらゆることに感謝をしながら、まあ、私の周りの、ね、あらゆる人たち、まあ、受験生の塾生の皆さんたちもそうですがあらゆる皆さんたちに感謝の気持ちがあります。そしてまたあらゆる出来事 うん自分を成長させてこれまで成長させてくれたあらゆる出来事にも今は感謝の気持ちでいっぱいなんですねこれからいろんなことが起こると思いますしこれからもまた何が起こるかわからないそういう時代に入っていくだろうなと思いますでもそうやって先が見えないある意味では不確定な不安に満ちたそういう時代だからこそその不安をなんとか自分の中でワクワク感 前向きのプラスのエネルギーに変えていくそういう生き方をぜひしていきたいなそういう生き方をし続けていきたいというふうにこれからも新しいことに挑戦しそしてワクワクしながら生きていけるそういう、まあ、年の重ね方をしていきたいというふうに思っています。 さて、試験週ごとのメッセージなんですが前回、小試験受験生の出願者の数の発表がありましたということをお話をしたんですが今回、予備試験の出願者1万6704人ということで。 昨年よりも519人増えていますということなんですねただ前回もお話をした通り法科大学院在学中の皆さんたちは今まで予備試験を受けていたんですが法科大学院在学中もういきなり小試験受験できるようになりましたいちいち予備試験通過しなくてもよくなったよということがあるものですからそんな皆さんが1114人いらっしゃいますこれが、まあ、いわば予備試験今まで予備試験だった方が小試験の方にこうに、まあ、振り返って回って ているわけなんですね。ですから、そういう意味では、えー、今年実際に予備試験の受験者は。あ、まあ、千六百人ぐらい増えてると、まあ、そんなイメージなんでしょうかね。で、えー、また、これまでは予備試験の合格者の中で。例えば、昨年合格者四百七十二人の最終合格者の中で。百二十四人は法科大学院在学生なんですね。法科大学院在学中に予備試験を受かりました。 という方々が去年124人いらっしゃいましたがその皆さんたちは今年は予備試験じゃなくて司法試験を置いちゃいますからその分だけ予備試験の枠が合格枠が広がったということがあります、まあ、そういう意味では本当に大学生にとっても社会人にとっても、えー、そこの枠広がりましたからまさに今年の予備試験もチャンスだというふうに言えるかなと思います。えーまあ、あと,あと1ヶ月余りですけけれども、ねえー、ぜひ予備の担当向けて 頑張っていっていただきたいと思っています。で、その予備の担当を向けて気合入れの講義、これを予備試験でも行います。7月1日土曜日19時からなんですが、YouTube ライブと東京講ライブのハイブリッドで行います。それからまた大阪では7月5日の水曜日の19時からなんですが、佐藤康之講師が行うまあ大阪会場で実施をいたしますので。 で今回は伊藤塾の同窓会まあ誠会名前なんですがその会長である港信明会長があまあ激励のメッセージをまあ激励をいただくことになりますこの港弁護士は伊藤塾立ち上げの頃もずっとこの直前の気合入れ講義を担当されてほん 本当に元気をくれるそんな素晴らしい講師当事講師だったんですけどねしばらく実務の方で本当に活躍されてで今回、同窓会の会長として港信明弁護士からも激励をいただけるということになります、まあ、直前2週間ぐらいですから本当に大切な時かなと思いますがまさに気合いを入れてピークを本試験に持っていくそのための一つの一助にしていただければなというふうふに思っています。 公務員の試験はまあ教育分なんですけれどが中心に今なりつつあったりするんですけれども大学の3年生になってやっぱり公務員いいなちょっと公務員頑張ってみたいなんていうふうに今から公務員試験目指したいという大学3年生の方も増えているかなと思います。そんんな皆さんたちに 法律区分の受験であれば、法律中心の勉強で、まさに伊藤塾得意なところですから、来年の法律区分に向けて、今からスタートして、まあ、十分間に合う、そういう準備ができますので、ぜひね、 短期間で効率的に実力をつけるそういうプログラムを用意していますからあ、まあ、そのセミナー公開セミナーもそうです、ね、関連サイトの中見ていただければあこの公開セミナーも実施されますのでぜひ挑戦していただきたいと思います大学3年生になっていろいろろ、ね、民間など就職もこういろいろ考えてみたんだけどちょっと、うん、就活してみたんだけどピンとこないなということ、うん、そしてまたあ今から十分間に合うんだ、まあさまざまな動機から公務員試験大学3年になって公務員試験頑張ってみたいと。 いう方も増えているかなと思いますいらっしゃると思いますのでぜひ、えー、全く問題なく間に合いますから相談に来ていただければなというふうに思いますそれから少々の受験生の皆さんへなんですがまさに7月2日本番ですよねまあ、それに向けたファイナルチェックの講義です2023年ファイナルチェック 講義これは6月17日の6時半18時半からということになります、まあ、今年、時が予想されるそして、かつチェックし,なしておかなければいけないポイントそれをコンパクトにまさにお伝えしていきます。ここで えーまあ、お配りする掲載するレジュメというのが本当に、えー、試験の直前役に立つコンパクトに、えー、情報必要な情報がこう圧縮されたものですからぜひうまく活用していただければなというふうに思います、まあ、伊藤塾の講師陣皆、えー、が集結をし渾身の、えー、まさに最後の皆さんへの激励の場でもありますからぜひ参加していただければなと思います 2023年ファイナルチェック講義6月17日の土曜日18時半からになりますのでぜひお見逃しなく参加していただければと思います行政書士の受験生の皆さんには行政書士スピードマスター講座何度かお話をしていますがそのガイダンスと体験講義質問会のご案内ですガイダンスについてはこれは超短期集中型の学習で 合格を可能にする方法とは6月18日の日曜日11時から30分 YouTube ライブで行いますでその後この行政組織スピードマスター講義の体験講義とライブの質問会 ですね、これを行います、まあ、ズームライブで行うということになります、無料体験講義と質問会なんですが、えー、民法の第1回目のところを行う、えー、体験講義で行い、そのなと質問会になります18日、6月18日日曜日の11時45分から1時間ばかりということです。 で講座を担当する藤田講師が直接、皆さんのご質問にもお答えをしますのでぜひ、ね、参加していただければというふうに思います、えー、まさにスピードマスター,あーですから今までちょっとねこういう受験指導校予備校だとか使ったことないよという皆さんもここで一気に最後の仕上げとしてうまく活用して合格、勝ち取っていただければなというふうに思っていますさて、えー、今日はここまでにしましょう、えー、また1週間いろいろ気候もね暑かったり寒かったりいろいろだろうなと思います が元気に1週間過ごして皆さん一人一人がなすべきことやるべきことそれを淡々と毎日やるべきことをこなして頑張っていっていただければなというふうに思います私もまたこの週間頑張っていきたいと思います今日はどうもありがとうございました終わります